今後、まあ、市区町村選で、手書き預金やるよと。いうふうなこと言ったら、もうこれ、眉唾もんだと思ってもらって差し支えないです。まあ、100%、やることはないでしょうね。100% 支給することはないでしょうね。はい、皆さん、こんにちは。豆猫会です。今日はですね、まあ私の動画では去年の11月頃の動画だと思うんですけどもね、愛知県の岡崎市で、その岡崎市長選挙で、まあ公約の一つとして、まあ定額給付金支給するよと、市民に。その当時は5万円でしたっけね。5万円支給するよというふうなこと言って、で、当選した、岡崎市長いました。で、彼がですね、当選した後、やっぱダメだということで、減額にしました。減額か確か商品券に変えちゃったんですよね。まあそういうふうなことで、確か同じ時期に東京都の千代田区長も、定額給付金、ここは12万円でしたっけね。今、一人12万円支給するよと、まあいうふうなこと言いました。まあそれで、それ以降、まあ結構その市長選とかで、市区町村選とかで、その定額給付金やるよとかっていうふうな、候補者いたんですね。で、まあそれでまあ当選して。当選するんですけども、私の知るところでは、本当に現実的にその公約通りの金額払われたっていうこと聞いたことないんですよ。まあ、やっぱり財源がなかったとか言って、それでまあ減額、もしくはまあ配信してしまったところがあるんじゃないですかね。まあそういうふうな、まあ市区町村が、まあ、多くはないですけどもね、数件ありました。で、今日はですね、これ今日は6月26日土曜日なんですけども、で、朝日新聞のデジタル版からなんですけども、これが朝日新聞のデジタル版は6月21日、ちょっと古い記事なんですけどね。いや、これはぜひお伝えしたいなと思ってたんですけども、まあ、ちょっと長引いて今日になってしまいました。どういうことかというと、今言ったように、定額給付金やるよ。でも、やっぱダメだったと。減額しますと。いうふうなお話なんですけども、合わせて、ちょっと国に対する、まあ、要望というか考えを述べていきたいと思います。ですね、これはですね、香川県丸亀市ですね。香川県丸亀市長選で、その新型コロナウイルスの経済対策として、全市民に10万円を支給すると。いうふうなことを言って、当選したんです。当選したそうです。で、この新しい新市長っていうのが松永さんですね。松永市長。新しい新市長ですね。で、10万円支給すると言ったんですけども、市議会はですね、支給額を3万円に減額修正した補正予算案を可決したと。10万円から3万円ですよ。か、もう半分以下ですよね。ただこれちょっと、省略されてるんですけども、実は10万から5万、5万から3万になってるんですよ。では、ちょっとこれ読んでいきますけども、松永市長は選挙後の感染再拡大を理由に、財政に余力を残す必要があるとして、公約の半額の5万円支給を議会に提案したらしいです。ところが、この議会側がさらに減額というふうなことなんですね。もう昨日からずっと、今の菅政権ぐだぐだしてると。まあ、ぐだぐだ菅ぐどん政権とか言って、今いい、まあ、ずっと言ってますけども、ここでもちょっとグダグダさが見えますよね。丸亀市長さん。丸亀市長さん、ちょっとグダグダしすぎですよ。まあ、本人もまあ言い訳あるんでしょうけどもね。で、食べてみたいと思います。スープは、バジルが入ってるからスパイシーですね。ニンニクバジル。ものすごいです。ニンニクバジルの2強が、豚骨だとか、その醤油の返しだとかも全部ひっくり返してますね。じゃあ、いただきます。でですね、まあ、市は6月の議会で現金支給を呼び水に、市内で消費を促すためにキャッシュレス決済ポイント還元事業も含め、5万円支給事業費として63億円の予算案を提案と。財源は同額を協定丸亀ボートの収益から一般会計に繰り入れるとした。これに対し議会側は、給付効果は限定的などと指摘。限定的に、委員会で3万円支給に減額し、63億円のうち22億、5000万円を貯金に当たる財政調整基金に積み上げる予算案に修正と。この日の本会議で採決され、賛成多数で可決されたということです。で、松永市長、この閉会後の記者会見に、楽しみにしていただいた市民には申し訳ないが、議会の意見を真摯に受け止め、3万円を大支給
給付したいと話したということなんですけどね。で、まあ7月に申請書を発送し、8月中旬から支給を、まあ、始めるという見通しだそうです。やっぱの公約で、地方交付税交付金、まあ、地方交付税交付金じゃなくて、定額給付金やるよと、全市民に3万円送れよ、5万円送れよっていうのは、これは言わない方がいいです。その満額通り送ったなんて話聞いたことないですから。だから今後、まあ、市区町村選で定額給付金やるよと、いうふうなこと言ったら、もうこれ眉唾もんだと思ってもらって差し支えないです。まあ 100%、やることはないでしょうね。100% 支給することはないでしょうね。まあだから私のこの動画見てる皆さん、まあ自分たちのその住んでる地区町村でまあ選挙があったら、まずは手書きを引き抜こうって言ってないか言ってないか調べてください。言ってたとしたら非常に危険です。満額は多分降りないと思って。それでもなおかつその、その候補者がいいって言うんであれば投票してください。でですね、さっきちょっと俺ポロリって言っちゃったんですけどね、これやっぱりもしやるんであれば、もうちょっとね、予算を、大きくしなければいけません。まあ、具体的に一番いいのは、その国が与える地方交付税交付金ですよね。これを増やすということです。今の国がまあ与えている地方交付税交付金はですね、大体ここ数年15兆円です。一般会計ベースで15兆円です。これを10兆円増やして25兆円するんですよ。財源はどこ？国債発行ですよ。何回も言いますけども。こういう時に国債発行すべきなんです。だから私、常日頃言ってますよね。公共事業に10兆円プラス。研究開発10兆円プラス。で、消費税廃止してるから、もう、社会保障費全部30数兆円全部もう、国債発行してやると。まあ、それプラス、まあ、防衛費にも、まあ、やって。で、それプラス、地方交付税交付金もやって。まあ、大体、今から60兆から70兆ぐらい増やす、増えることになるかもしれませんけどね。だから、まあ、大体、新規、国債発行額ですか、新規国債発行額っていうのは、まあ、大体32兆円ぐらいなんで、まあ、そこに70兆ぐらい足して100兆。やっぱ100兆ぐらい必要なんですかね。まあ、でも私も、まあ、目標としては70兆を、まあ、20年連続でやるというふうなことを、まあ、言ってます。そうすれば、もう日本がらりと変わるよと言ってます。だから、それプラス30兆。もうここまで来るとインフレ率を見ながらですね、インフレ率を見ながらそれでまあいけるんであれば、まあ今言ったように合計100兆パーンって出すと、国債発行するというふうな、もう本当に大胆な財政出動どんどん必要になってくるということですよね。そういうことで、やっぱり市区町村と国との決定的な違いっていうのは通貨を発行できるかどうかなんですよ。だから国が通貨発行できます。だから、財源とか今のところはもう数十兆、数百兆出しても全然問題はないです。インフレ率低いから。インフレ率デフレですから今。インフレ率マイナスですから。これで国債発行できないって言ってる人間の頭はおかしいです。断言します。で、なんでね、やっぱり国がやっぱり主導してやらなきゃいけない。まあ、それで、まあ、そういうふうな連携もあって、まあ、市区町村は、まあ、独自の、定額給付金やればいいんじゃないですかね。今、どこも枯渇してると思います。まあ、去年1年間でも、いろいろ、まあ、対策でガンガンお金使っちゃったんでね。また今年もね、まだ収束する、まあ、見通し全く立ってないんでね。まあ苦しいと思うんですよ。だからこそ国が主導して、今のところ15兆円の、地方交付税交付金を10兆円増やして25兆円、ね、今年は25兆円バーンって出すというふうな、ことをやってもらいたいですよね。25兆円で足りるかどうか、ちょっとわかりませんけどね。まあそういうことで、やっぱり、国が中心となって、で、国債発行して、で、消費税廃止して国債発行して、経済成長させる。やっぱりもう、これしか、もうね、私、このチャンネルを開設して以後、ずーっと毎日同じようなこと言ってるような気がしてならないんですよ。でも、間違ってると思ってないから毎日言い続けるんです。なんでね、だから早く皆さんも気づいてもらいたい。気づいてもらいたいです。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。明日までな。